86,933。これ皆さん何の数字か分かりますか？令和元年における我が国日本の行方不明者の数なんですね。いや、すごい数ですよね。まあ国際的にもすごい平和なイメージの日本なんですけど、まあ実は毎年8万人以上の行方不明者が出てること。これ皆さんご存知でしたでしょうか？で、まあこちら僕の調べによるとですね、日本では平成18年以降ですね、ほぼ横ばいにずっと8万人以上の失踪者っていうのが出てるんですよ。1日に置き換えると約200件以上の失踪者が出てるっていう計算になります。まあ、そんな数ある未解決の失踪の中でも特に不可解だなというものをいくつか紹介したいと思います。藤野千尋さん行方不明事件。はい、こちら2014年に広島県の広島市で当時25歳の藤野さんという方が行方不明になった事件です。この日午前9時頃、自宅近くの駅からバスに乗って職場近くの駅で降りて仕事に向かいました。まあ、この方ですね、その年の4月頃から植物公園で臨時教員として働き始めたばっかりだったんですね。そしてこの日の18時頃夕方です、仕事を終えていつものように職場の先輩に車でバス停まで送ってもらったんですね。それが確認された最後の姿でした。6時過ぎですね、このバス停から普段はほとんど連絡を取っていなかった大学時代の先輩に電話をかけて不在着信を残しているんですね。そこからおよそ30分後、この先輩というのが気づいて電話をかけるんですけど応答なし。そこから2日後の午前7時の朝、彼女の自宅近くの駅で、そして3日後には地元の区役所にて本人と思われる人物の目撃情報が寄せられたんですね。またですね、この失踪から2日後には駅から1キロぐらい離れた住宅街にて携帯電話の電波が感知されてるんですよね。しかしこれ以外ですね、有益な情報というのが何一つなくて、彼女の姿っていうのが跡形もなく消えてるんですね。でまた不可解な点でいくと、彼女が失踪した時ですね、所持金はだいたい2000円ぐらいしかなかったと。さらに行方不明になってからも一度も彼女の銀行口座からお金は引き出されてなくて、彼女が持っていた IC カードも行方をくらました日に通勤で使用して以降は一度も履歴が残ってないんですよ。なのでこの事件、やはり世間では彼女は拉致されたんじゃないかとか、臓器売買の被害に遭ったんじゃないかとか、いろんな噂が出回ってるんですけど、今日までに彼女の身に何が起きたのか詳しいことは何も分かっておりません。次です、2つ目、大分県日の出町主婦失踪事件。はい、こちら2011年に大分県でとある主婦が昼間に忽然と自宅から姿を消したという事件です。失踪した三永真知子さんという方は旦那さんと2人の子供と4人で暮らす主婦だったんですね。そして2011年の9月、この方は朝から体調が少し悪い様子だったと。で朝ごはんを作るのが遅れてしまって、子供たちを車で学校へと送り届けたんですね。でその日の9時45分頃、学校から長女の前歯が欠けてしまったんで迎えに来てくださいっていう連絡があったんですね。でお母さんは長女を10時過ぎに拾って、そのまま近くの歯医者さんに連れて行きます。で治療を終えた後ですね、この真知子さんと長女は歯医者から1キロほど離れたスーパーで買い物をしたんですね。ちなみにこれが防犯カメラの映像で確認されています。で11時半頃ですね、彼女を再び長女を学校へと送り届けたと。でその際ですね、めまいがするから家で寝てると、なので終わったら電話してっていう風に長女に伝えたんですね。でこれが姿を目撃された最後でした。15時頃、長女が学校から帰宅すると、なぜか玄関の鍵が開いてたんですね。で、真知子さんというのが非常に几帳面な性格で、鍵が開いてるってことがなかったそうなんですよ。ただ、家の中っていうのは特に荒らされた形跡はなくて、真知子さんの車っていうのもしっかりと駐車場に止まってたんですよ。ただ、彼女の姿だけがなかったんですね。なので、やはり何かしらの事件に巻き込まれたんじゃないかと心配して、家族は地元の警察に捜索願いを出しました。で、早速周辺の捜索始まるんですけど、彼女の自宅から不可解なものが消えてるんですね。まずバッグ、財布、家の車と鍵、そしてビーチサンダル、こういったね、普段使っていたものの他にですね、枕、プリキュアがプリントされた長女のバスタオル、これもなぜかなくなっていたんですよ。でこの事件ですね、関係あるのかわからないんですけど、失踪する前に行ったとされるスーパー、この失踪事件が起きた翌日にとある事件が起きてるんですよ。それがこのスーパーに来ていた女性が、5分間ぐらい買い物してる間に車に残していた2歳の娘さんがいたんですけど、その子が行方不明になったっていう事件があって、この同じ場所近辺、しかも立て続けにすごい似たような事件が発生したことからですね、何かしらの関係があるんじゃないかと噂はされてるんですけど、これ以上詳しいことというのが現在も何も分かってないということです。